刃物男が逃走中、神奈川県愛川町、産経新聞によりますと、本日午後1時半ごろ、神奈川県の愛川町にて、窃盗罪などで実刑判決が確定した男を横浜地検が収容したところ、男が刃物を振り回し、車で逃走した模様です。現在、横浜地検や神奈川県警がが、行方を追っておりますが 皆様、不審者を見かけた場合は、ご自身の安全を確保してから警察に通報をしていただき、また、戸締まりなどをしっかりと行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。